はい、皆さんこんにちは、てつじでございますよ。久しぶりにね、ちょっと新しい車また乗らせていただきます。今度もね、テストドライブっていうと SUV 系が多かったんだけど、今度は SUV よりも1段ワンボックスカーに近づいてる、いわゆるワンボックス。今はね、本当のワンボックスってのは難しくって、やっぱり鼻の出たね、このツーボックススタイルがね、流行ってるんだけど、このファミリーユーズにはとても使い勝手のいい、要するにワゴン以上、SUV 以下っていう言い方変だけど、 SUV 前という中間的な考えでね、内部は非常に広く取ってるし、荷室空間も非常に、都合よく取られているんでね、その辺が日本のファミリーユーズとしてはなかなか使い勝手のいい車だと思います。はて、この車がどういう風に走ってくれるかは、この後しっかりと乗せて、検証させていただきます。この車の名前はクロススターという名前ね。アウトドアなんかにも使えますよと。ファミリーベースといっても、あの街中だけじゃなくて、子供たちを連れてキャンプに行く、海遊びに行く、川遊びに行く、それで例えばお父さんがちょっとサーフ乗りに行くみたいな感じの、そういうのに使えますよ。つまり砂浜でありなり、未舗装のところであり、ダート、河原、そういうところもどんどん行けますよということを主張するような車なのね。それは四駆、クロススターという名前で四輪駆動だから、大抵のところは行けますよと。もう事実、もう今の最新の四駆を使ってるんで、比較的簡単にどこでも行けちゃう、それは事実です。それでデザイン的にはその主張を誇示するごとく、はい、ダートを走っても大事なものにはスラッシュガードだよね。プラスチックのスラッシュガードが入ってます。下にも石やなんかからガードするのにガードが入って、リアもスラッシュガードが入っています。そういうものでスタイルを作ってる。ただ一つ面白いのはホイールのね、このホイールはなんてことない15インチのホイール、おまけに18515って、185って今や普通のむしろ細いに近いようなサイズなんだけど、18515というタイヤを使ってます。なんでかなと思ったら、もちろんベースがまあフィット系の車であるっていうこと、ファミリーユーズ、それからこの車はクロススタートはいえ黒缶ではないよと。要するに黒缶だともうホイールのダイヤメーターを大きくして車高をブワーンと上げてどんなとこでも行きますよ、そういうんじゃありません。日常のキャンプ場のダートを走ったり、みんなが行って川遊びするようなところの駐車場に入っていくとか、そういう意味を含めて、日常ユースにこれが18インチとか19インチみたいになっちゃうと、どうしても車高が上がる、それをなんとか処理しなきゃいけない。このワンボックスで試乗高を上げてしまえば走行性能にも影響が出る、重心が高くなるからね。まあそういう意味、それからコスト、例えばタイヤ交換というのは日常的に、車検の時とか何キロ走ったら交換しなきゃいけませんよとか、それから減りの具合、パンクなんかすれば交換しなきゃいけない、そういう時の15インチタイヤのコストと18インチ19インチのタイヤのコストってもう雲泥の差だから、そうなると車を維持する維持費やなんかに関しても、この15インチの設定っていうのは非常にあのファミリーの懐に優しい、なんか好ましいセッティングだと鉄人は思うのです。フロントを見ていただきたいのは、これは EHV ですよと、よりバッテリーに振った、電気に振った EHV 1台ですよっていうデザインだと思う。何しろグリルをここになくして、このグリルは完全カバードグリル、今カバードグリルはあの EV 系の車には世界中どこでも使ってる。なんでかっていうと、本来ならこの下ラジエーターっていうのがあるから、フロントグリルから空気を取り入れなきゃいけない、ラジエーターを冷やすために。ところがそれはいかにもエンジンを使ってますっていうデザインになってしまうから、そこにこういう派手にグリルは潰しましたよという
まあ、デザインの売り文句だね、これは EV に近いハイブリッドですよっていうことをこう主張するグリルだね。これは例えばメルセデスでも BMW でもああだこうだ言いながら、よその車でもみんな EV に特化した車ってみんなこのフロントグリルを閉じていきます。もちろん電気系だからね、本当はあのスリットなんか入れて空気なんかバンバン入ってくると雨も入ってくるし、あんまりいいことねえから、まあ閉めることに問題はないんだけどね。だけどそれが、まあ、これ見ると一目であ EV かなっていう予想がつくようなグリルをしてますよね。全体的なフォルムはスタンダードで非常にまあ馴染みの深い、街走っててこういうの手の車いくらでもあるよと。まあこの車完全じゃないけどフィットっていうファミリーカーが基本にあるから、それから考えればまあ当然柔らかいこういうスタイルになるだろうなということですよね。それがこのグリル周り、ヘッドライター周りのこの辺のカーブ、そういうもんにあの要するにフェンダーがドンと張ったとか、それから目がこうとんがってて睨みを利かすとか、そういう派手さをうんと抑えてるから、ああなんていうか馴染みやすい柔らかい顔をしてると鉄人は思うのです。この車のベースは5ドアベース、フロント2ドア、リア2ドア、それからリアゲート、この5つのまあよくやる5ドアというやつですね。ハッチバックではございません。それでこのリアドアはスライドになってる、今流行りだよね、あのどこのメーカーでも作ってます。このスライドドアっていうのは一つには例えばリアに乗ってる大抵の場合はお子様やなんかがパーンと開けたら、普通のドアだと後ろから来る車、あるいは歩行者側だったら後ろから自転車が来るとかそういうことがある。スライドドアだったらそれがガードできる。もう一つにはやっぱり、ね、日本の住宅事情、みんなあのガレージが持ってるけどみんなやっぱりキチキチのガレージを使ってる。そうするとドアを通常の横開けすればこのエッジがあの壁に当たったり、それからお母さんが狭いスーパーマーケットの駐車場で荷物を乗せる時もリアゲートから乗せる場合、それから後ろのシートに乗せる場合、そういう時もオープンの仕方であの作業が非常に楽になる。安全性と楽さがこのスライドドアが今日本でめちゃくちゃ流行ってることの一つだよね。さすがにねクロススターというぐらいで四駆だよね。 EHV であろうと何であろうと四駆でクロススターダートも走りますよというような車だから、四駆だからリアはデフがついててデフを釣ってます。それでドライブシャフトがあってリアのアクセルを回してる、いわゆるフロントエンジンリアドライブの車と同じことがやられてます。それでそのデフをしっかりとサポートするにはやっぱりフレーム剛性っていうのは非常に重要になってくる。四輪駆動でダートを走ってなんかする可能性もあるんだから、それをリアサスペンションはしっかりと、本来ならこの手の車でも例えばトーションフレームだとかそういったもん、まあこれもトーションフレームの一部なんだけど、これはドディオンアクセルというのを使ってる。でっかいゴム太いチューブが左右に伸びて一本のドディオンチューブを両側のアームが溶接されたのが押さえてあって、コイルスプリングでコの字のものがこうやって動く。ところが当然右と左と動きが違ってくる。その動きをこのチューブが受け持ちながら、ねじれも受け持ちながら、こういういわゆるセミリジットに近いような動きを離れてするからリジットではなく、まあ独立懸崖なんだけどね。でも非常にまあ今の FF 車あるいは四駆車でトーションフレームだとかドディオンアクセルっていうのはもう今では常識化されて、鉄人的にはもうちょっと進歩できねえのかよと、もう世界中にある車がみんなこれ使ってるもんだから、もうちょっと鉄人的には、まあスーパースポーツはね W シボンとかなんかいっぱいゴロゴロしてるけど、日常ではそれがもう定番っていうか、それじゃなきゃいけないみたいになってるのはちょっと悔しいんだけどね。ホンダも案の定ドディオンアクセルを使ってるけれども、さっき覗いてみたんだけどやっぱりフレームやなんかをしっかりしてるから安心感のあるドディオンアクセルのサスペンションコンプリートだったね。この車のベースは7人乗りっていうのがあるんですよ。パティキュラーなこの車っていうのは5人乗りセットをしてます。でこれで7人乗りも可能です。オプションであります。そういうことで7人が乗るってことは7人乗って走るんだから、やっぱり車体剛性、それから車体の安全性は確保しなきゃいけない。そうするとやっぱり特にリアゲートっていうのはこうやって大きく取らなきゃいけないから、例えば後方クラッシュやなんかの時に周りのこのバルクヘッド、
このリアゲートバルクヘッドって結構重要な位置にある。まあそれだけじゃないんだけど、その後方のボディ構成をしっかり取るために、四駆だしね、さっき言ったようにしっかりとしたサスペンションが作れるためにはしっかりとしたフレームは欲しいから、そのためにここの最終ピラー ABC ピラーっていうのかな、セダンだったら C ピラーだけどね、このラストバルクヘッドのここのピラーのところが幅広くしっかりとってオールラウンドに回って、ここの剛性をしっかり確保している。この辺がちょっとホンダらしいなと。昔々はホンダは軽く軽くで車体剛性得意でなかったんだけど、今ではねシビックなんか見てもこの車を見ても非常に剛性を気にしている。鉄板屋なんかも今は良くなってるから、あの薄く軽く強くというね状況に、これから先どん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 行くと、この車これから説明はするけれど、かなり重要なところで、ここでもっていうところでうまいぐらい強化プラスチック、つまりナイロンみたいなね、プラスチック自体が非常に強度のあるそういうものを使ってる。そういうものを全体的に配して車の剛性を軽くしっかりとした剛性を作ってるって感があって、なかなか好ましい作りだね、最近のホンダはまあ捨てたもんじゃねえかなと。というわけでこの車の動力なんだけどね、さすが EHEV というぐらいでね、エレクトリックハイブリッド、つまりレシプロエンジンとモーターとバッテリーと、モーターはモータージェネレーターと一つの大きなモーターでここにあるんだけど、出力とそれから回生と両方ともやってるよね。それでモーターの役割がすごく大きくって、4気筒エンジン自体はもちろん普通にハイブリッドでは使うんだけども、それとまあブレーキング時の給電そういったようなものを含めてエンジンは 1.5 リッター4気筒4バルブ普通の DOHC のエンジンです。ホンダ得意のやつだね。それにでっかいモーターがついていて、そのモーターを回し、そこには CVT というね、コンティニアンスバリアブルトランスミッションかっていう CVT というギアボックスを使ってて、要するにギアを変えるんじゃなく、プーリーのこのサイズが自動的にそのまんま変わっていく、ガシャンガシャンというシフトの途切れがなくそのまんまコンティニアンスで変わっていく、まあそういうのは今日本では当たり前になってて、世界でもそうだけど、やっぱりあのまだ日本ほど全てが CVT っていうのとはちょっと違うけどね、世界の情勢は。日本は日本なりの CVT の発展を見せている。まあ、それがついている。それで CVT とモーターのこの兼ね合いっていうのはこのまんまいろんなことに使えるんでね、車種を変えても使える。それでここにはモーターがついていて、そのモーターを発電するからそれを冷やすウォータークーリングになってるし、それで油圧、要するに CVT に使う油圧、それからセンターデフ、センターデフを通してプロペラシャフトをリアに持ってって四駆にしてる。その間にデフをつけなきゃフロントリアとでトルクが違う、回転数が違う、それをセンターデフというのをつけてコントロールする、それがついている。まあ結構複雑になってるんだけどね、まあホンダの得意とするとこだ。だけどもここのとこ、このタイプのワンボックスのいいのは、乗用車タイプだと今言ったものが全部一緒くたにまとまるんで、でかくはそんなないんだ、高くなってしまう、重ねるから。それでどうするかっていうと、車によっては形を維持するために寝かしたりいろんなことをする。だけどもホンダは横置きの普通のエンジンをドーンとまっすぐに立てている。なんでかっていうと、これワンボックスでどっちみちドライバーはあそこだと。それで逆に倒すよりも起こしちゃった方が室内の前に伸ばせる、つまり室内のスペースユーティリティを増やすことができるということだよね。まあそんなような感じでこの車はできてて、まあ必要最小のものは全てここについてるね。それでこのモーターで発電した電気はエレクトリックコントロール ECU を通って助手席の下にあるリチウムイオンバッテリーに充電される。そして走行中にそれを使ったりまた充電したりという作業を繰り返すということだね。ホンダはやっぱりもともと F1 でそれをやってきたからね、そのまま使ってるということではないけれど、そういうノウハウはおそらくかなりしっかりと持ってるはずだからね。スペースユーティリティ結構荷室がしっかりと広い、それで結構考えられてるの面白いね。ここフロア、デッドフラットのフロア、デコボコしてないから出し入れが楽だね。この床、中に強化剤が入ってるやつで軽いんだけども、でもしっかりとしたこのパネルが実はこうやって2枚入ってるね。それでこの下っていうのは落差があって、ここはだから2段に分けて棚にできる。下側に例えば濡れた靴とか
そういったアウトドアのものを放り込んで、上にはちゃんとした違うバッグやなんかを置くということもできる。ユーザーの好みに応じて2段3段の棚使いもできる。比較的簡単にできるようになっている。なおかつポケットが全部で3つ4つついてて、そこに例えばゴミの袋だとか替えのね、軍手だとかいくらでもここで使うことができる。シガーソケットの電源もあるしっていうことは、この状態でアウトドアで非常に有利に使える。そんなわけでここのスペースユーティリティ、さすがクロススターっていうだけあって、キャンプ場であるとか海水浴場であるとか、それから川であるとか、それから釣りに行った時、そういった時サーフとかね、いろんなことでスペースをそういうふうにアウトドアユーズに考えられて、ただしこの車は2列シートで5人乗り、ここの部分がシートになれば7人乗りまで可能だということだよね。いや、まあワンボックスにしてリアをこんだけ使えるっていうのはいいよね。例えばこのリアシートっていうのも結構簡単にフラットフロアなんでね、このフロント部分をちょっと持ち上げてするとスライドアウトするから、これをひっくり返しながらこうやるとこのフロントシートの背中に合ってくれる。それでこれを前にあったやつをフックで倒せばこうやってフラットになる。でさらにここに隙間があるよね。この位置はスライドで多少調整できるんだけど、どうしてもここにフロアができる。本来ならこうシートカバーがあって、シートカバーにペラッとベラがあるんだけども、ここではこういうものを使う。これがもう組み付けられてるのね、リアシートにね。でこれをこうやってこうやるだけで、これも単純にひっくり返して合わせればこうやって1枚のフラットのエリアが、これはね結構上に板を置いただけだけど、それでもこの1枚の板があるかどうかで、ここの便利さがうんと変わってくる。落ちないで済む、あるいはここで寝ようと思えば寝られる、まあ、一休みするにはいいし、例えば急に大きな荷物が動かさなきゃいけない、そんなような時でもこれらが十分に役に立つよ。変に細かいあれだこれだじゃなくて、この大まかさが逆に言うと使い勝手の良さになるかもしれないね。